サブスクしてあなたさえ喜ぶんですかって。そりゃ喜ぶでしょう。そりゃ。いや、でもすげえよな。サブスクな。時代も変わって、ニコニコチャンネル作った時はクソほど叩かれたもんな。有料会員とか。今では当たり前。うん。菓子職人時代。そんな昔じゃねえよ。6、7年前ぐらいだよ。こんなさっき言った、今ならサブスク月で割引中とか言ったらとんでもないことになってそうだな、当時。マジでこっそりやってたもんな。本当に入ってくれる方は、みたいな。最近はなんかさ、ニコニコのチャンネルはさ、なんか、そのドワンゴ、運営会社から来るのよ、チャンネル作りませんか、みたいな。今はさ、もう誰でもやれるやん。スイッチ。まあ、誰でもじゃないか。ちょっと人気になった配信者さんは収益化できるやの時はお誘いがある人しかできなくて。確か MSSP さんが一番最初なんだよな、チャンネル。違うっけ？ MSSP だった気がするな、ニコニコチャンネル。一番初め。多分なんかそういうネットの活動者が、視聴者からお金をもらうみたいなシステムって、ニコニコチャンネルが初だと思うんだけど、違う？ だから MSSP さんが、最初の一歩を踏み出してくれたんだと思うんだよね。他にもいたよ。何組か。そう、だから MSSP さんが作ってくれた、あれだからね。こういうの。そうやって諸先輩方が耕してくれたところを、僕らが、歩んでるんですよ。それはちゃんと尊敬の念。踏み荒らしてるってこと違います。僕はちゃんとそういうのを認識してやらせてもらってますから。そういうのをさ、いや、そういうのはやっぱ俺大事だと思ってるよ。ちゃんと、諸先輩方がやってくれてたおかげで、こういうね、風潮になっている。認識してない人を荒らしてるってこと。そうとも言ってないよ。けどまあ、なんか、活動者はさ、でもやっぱなんかあるやん、きっと。もうなんか、活動してお金もらえるのが当たり前みたいなさ、考えでやってる人はいるよ、きっと。そういうのはまあやっぱ、危ないなとは思うけどね、俺は。